経済評論家常念司が5分で解説シリーズということで、バイデン大統領がなんと大統領選挙から撤退ということでございます。まあただね、大統領は辞任しないで来年1月まで続けるっていうことでね、まあテラさんでも言ったんですけどね、スパッとここでやめといた方がよかったのかなみたいなのはちょっとあるんですが、まあ、日経新聞にですね、まあ、記事が出ております。まあ、どのメディアも大体同じようなこと書いてあるんですけどね。バイデン氏が米大統領選挙撤退、後継候補ハリス氏支持というヘッドラインです。まあ、ざっくり言うとですね、まあ、選挙には出ません。来年1月まで大統領を、続けますと。で、この後どうなるかというとですね、民主党はですね、後継候補の選定手続きに入るんですね。で、これまで予備選でですね、まあ、バイデンさんが圧勝してきたわけですよ。なので、まあ民主党のですね、そのまあ、代議員のね、投票は、まあ本来バイデンさんに行かなきゃいけないですね。一応両親に従ってね、予備選の結果をもとに両親に従って投票するってことになってるので、予備選でバイデンさん勝ってますから、本来ならバイデンさん入れなきゃいけないんですけど、その勝ったバイデンさんが降りちゃったんで、代議員はですね、フリーなんです。誰に投票してもいいと。いうことになるので、まあ、一体誰を押すのかということでね、まあ、バイデン氏が誰を押すのか注目ということですけど、もうすでにね、副大統領のカマラ・ハリスさんをね、後継候補に押したいというふうにバイデンさんが言ってるので、まあ、このまま無風で行くのか、それとも荒れるのか。まあね、何人かその、対抗馬みたいなのでね、カリフォルニア州の、ニューサム知事とかですね、それからミシガン州知事のね、ウィットマーさんとかね、それからブディジェッチさんってね、結構予備選でね、名を馳せた。まあ今、運輸長官、やってるんですけれども、まあちょっとね、まあニューサムさんはちょっと別ですけど、ウィットマーさん、ブディジェッチさんはちょっとね、知名度がね、まあ微妙と。いうことで、でもニューサムさんはね、確かバイデンさんがまだね、選挙やるんだって言ってる時に、もう我々の候補はバイデンしかいないとか言って、押してましたから。ね。で、バイデンさんが、カマラ・ハリスにしたいって言ったら、あ、じゃあバイデンね、さんがおっしゃるならってなるかもしれないので、まあ出るかどうかってのはちょっとわかんないな、いうことですね。一応日経新聞にもね、こういうふうに解説があります。大統領選挙を戦う民主党候補を選ぶ予備選では予備選はすでに終了し、バイデン氏が代議員の大半を獲得して指名が確定していたと。民主が候補者差し替えの手続きを円滑に進めなければ、党内が分裂して共和党を利する結果になる可能性があると。これもまさにその通りですね。すんなり後継候補が決まらないとですね、まあ仲間割れで、まあそのまま、まあ民主党政権終了みたいなね、まあ可能性はあるわけですね。はい。で、逆にですね、まあ共和党陣営はね、これですごい勢いづいてね、もうこれも勝ったみたいな感じで、まあ結構盛り上がってるとは思うんですけど、あえてですね、まあ勝って兜の尾を締めようじゃないですが、まあアメリカ大統領選挙はですね、まあ、複雑系なんですよね。なので、今回のバイデン撤退が決定打になるかっていうと、そうでもないし、その前のね、トランプさんの暗殺未遂事件ありましたけど、これが決定打になるかっていうと、そうでもないと。ちょっとね、難しいんですよね。ちょっとした揺らぎがですね、まあ、それこそ、北京で蝶が羽ばたくとね、ブラジルで、その、核爆発が起きるみたいなね、まあ、そういうのありますけれども、まあ、いわゆる複雑系なんですよ。なので、今回の件だけで一方的にバババって決まったりはちょっとしないと。まあ、ただ、日経新聞書いてる通りですね、候補者差し替えの手続きがね、円滑に進まないと、まあ仲間割れでですね、まあ民主党自滅みたいな可能性もあります。その時はまあ当然共和党は有利になりますと。で、8月の19日から22日の党大会で、代議員がですね、まあオンラインでバイデン、さんに投票してですね、まあ指名候補ね、決める予定だったんですけど、まあここでですね、まあ最終的には新しい候補が選ばれると。いうことなんですよね。まあ、果たしてどうなるかと、いうことなんですが、実はですね、この件に関してですね、まあ、ヤイスイブニングラボでね、詳しく紹介しているですね、ホワイトハウスへの13の鍵っていうのが実はあるんですね。これ実はね、恐ろしいほど的中している指標なんですよ。まあ、複雑系を読み解くときにね、簡単な条件分岐のフローチャートで、大概のことがその複雑系で計算した結果と同じように出るみたいなのって、実は結構ありましてね。これ、ゲルト・ギーゲン・レンツァーさんとかね、直感の方がうまくいくね、みたいな本でね、そういうのまあ書いてたりもするんですけど、まあ、そういう、まあ、13の鍵っていうのがあるんです。で、大統領選にはですね、まあ、失ってはいけない、まあ、鍵がですね、まあ、現職がね、失っちゃいけない鍵が、まあ、13個あってですね、6つ失うとゲームオーバーと、いうことで、このまあ、鍵理論によるとね、バイデン氏はすでに4つ失ってるので、あと2つ失うとゲームオーバーなんですよね。で、まあ、今回の、撤退でですね、そのうちの1つの鍵を、まあ、確実に失うと、いうことで、さらにもう1つ終わると、失うとですね、これ、がぜん、共和党有利と、いうことなんですけど、まあ、最後の一つね、まあ、とある方法でね、避けないといけないものなんですが、まあ、バイデンさんがね、これ避ける方法あったんですよ、バイデンさん自身のね、裁量でね、ちょっとね、かたくなだったみたいで、まあ、そこはちょっとね、
手痛いミスをしちゃったかなと、いうことです。まあ、オバマ大統領とかね、まあ、いろんな人がね、まあ、バイデンさんにインドを渡したみたいなところもあるんですけど、まあ、それ以前の問題としてですね、この大統領選挙っていうものをね、複雑系で捉えきれてなかったのかなと、いうことでね。はい。まあ、ホワイトハウスのね、13の会議の詳しい説明とかですね、まあ、様々なエビデンスに基づく、政治、経済、その他最新情報はですね、まあ、八重洲イブニングラボの方で、私ね、いつも、毎日公開、して、公開というか、更新してますので、はい、今日も、メルマガ2通出してますね。この件に関しても詳しく書いてるので、ご関心ある方はぜひ、アイスイブニングラボの方に遊びに来てください。ぜひ、プレミアム会員登録していただけると嬉しいです。今日の内容面白い、興味深いと思った方はぜひね、高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！